なるともな。イタチも死んだ。目の上のコブはもういない。木の葉に手を出さないという条件もこれで白紙だ。しかしここまで来るのにこれほど暁のメンバーがやられるとはな。どこかしらに問題はあったが、彼らなくしてここまでの進展はなかった。そのおかげで俺のシナリオ通りにことは運んでいる。八尾の居場所を教えろ。雲来郷にて修行をされている。ますますめんどくさいやつになっちゃったな。もうさらにかっこよくなってんじゃんよ、サスケ。朝から修行でお腹は好きすぎ、ラップ愛する俺様好き者、お昼の献立すき焼き決定、イエーイ。あんたを拘束する。だからあなた様を拘束させていただきますだろ。そこ水月は右。話の最中途中大忠告だ、バカ野郎。この野郎派手な陽動だぜ。バカ野郎、ゲー。水月下がれ。